クラブのこのフェースに打球根がラフから打ったときに上の方についてしまいますというご質問をいただきました。これはすくってるのですかというご質問をいただきました。まず打球が当たる場所になりますが、このようにロフトが上を向いたクラブとこのように立ったクラブですと、当たる場所っていうのは打点がこの下の方になってきます。ロフトが上を向けば向くほど打点が下になって、アイアンでもロフトが立ってるものは少しずつ、 ちょっっとずつですすが上の方にに当たるようになってきますそしてドライバーのようなウッドでしたらやはりこの真ん中の辺りに当たるようになりますのでロフトが立ってくれば立つほど打点が上の方になるというのは合っていると思います。でこの場合アイアンでラフで打ったら上の方に打点がついてしまったということですのでやはりこのようにクラブが入るのでボールの下の方に入ってラフが挟まったこの辺にボールが当たってしまいますので、まあ、おそらく このようにロフトが開いて上目に跡がついてしまったと思,う思,い思われますのでなるべくクラブというのはこのような向きで動いているようなイメージでボールに当ててあげることが大切ですサンドウェッジであってもこのように下にこうすくっていくような動きだとロブショットのような形になってしまいますのでこの,このクラブのロフトが動かないような形で当ててあげるイメージで打っていただければクラブなりの打点に。 なってきますのでぜひそこを注意して練習してみてくださいいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると動画でアップしたいと思いますのでよろしくお願いいたします